そうですね、あの PS5 のパフォーマンスがあって、なんか初めてねグランツーリスモというのは、まあ、過去のシリーズからずっと続けてきて、こう確かなリアリティが感じられるようなレベルに達したんじゃないかなっていう気が個人的には思っています。ハプティックス、あるいはまあアダプティブトリガーの使い方なんですけれども、一つはそのなんて言うんでしょうね、そのブレーキのフィールですね。あるところまではちゃんとブレーキが効いてるんだけれども、あるところからブレーキがロックして突然こう制動 G が抜けるっていうことが起きるんですけれども、まあ、そういった表現に使おうとしています。あのグランツーリスモ7で、まあ、スケープスもレイトレーシングに対応するので、やっぱり車の見え方はぐっと良くなりましたね。あの以前だったら、あこれ CG かなって分かっちゃったような絵が、やっぱり全く CG に見えなくなってくる。それがレイトレーシングの効果です。 4K で、まあ、60p でさらに HDR になってくるとですね、こうトラック上を自分で走っている時に感じるこのリアリティっていうのが、やっぱりあるレベルを超えたなっていうふうに感じる瞬間があります。自然な感じというのは、まあ、これまでねグランツーリスモが追い求めてきたものでもあるので、あのそれはねやっぱりちょっと感動しましたね。プレイステーション。